好きなもの仕上げてくるんですけど、蔵と同じ仕上げでぶっかけをバークチップ、時間経過が経った風合いになるんで、この石を貼っていきます。見て完成です。これで骨組みができたんで、いろいろと仕上げてくるんですけどね。であと好きなもの一応、まあ我々ができる、できる技術で仕上げてくるんですけどね。やっぱりどうしてもインパクト、あの蔵のぶっかけのあの色をこの土台だけには入れた方がいいかな。じゃあこれからちょっと瓦とか来た材料でちょっと仕上げていきます。はい。じゃあ最初にですね、来た材料から今瓦が来てるので、先にあそこ飛び出てるとこ、前と同じように瓦、あそこら、あの部分だけ瓦を乗せます今日は。はい、先にそれをやっていきます。そうです。向こうと同じ瓦です。もうちょっと柔らかい方がいい。これで開けとくなら、当然俺この手にやるから。はい。はい。わかりました。屋根も同じ素材で、でその中に屋根はもっと荒々しくしたいんで、砂利とか細かい砂利とか、ちょっと木の殻、木くず系を入れて塗りたいと思ってます。そうするとなんかちょっと柔らかみのある仕上げ、自然風のようなちょっと屋根になるかなと思ってます。これはバークチップ。ちょっとガラにね、植物的な。
これはモンソレを今日仕上げます。一応いろいろちょっと全体的に考えて、屋根の雰囲気、蔵と同じような色合いをちょっと持ってきた方がいいかなと思って、蔵と同じ仕上げで一応ぶっかけを、ちょっとここにあの色をちょっと来た方がドーンとしていいのかなと。なかなかちょっと決まってどうしようかなって悩んですね。まあそういう形にしようかなと。これは昔からぶっかけって言って、まあ和菓子屋には中華鍋とかそういうのを洗う時にも使いますよね。こう仕上げに結構こういう形でよく作るわけじゃないんですけども、今はもうほとんどやらないです。こういう表現面白いかな、昔の造園。はい、済みです。次はまあ、漬物の床を、まあ周りはちょっと見かけでピッシリで、見かけもちょっと叩きつやつで荒々しい感じの見かけで、でまあそれに合うのはちょっと後年板岩のこういう石なんですけど、通常の平板より、まあ、ボコボコして張りにくいんですけども、まあちょっと時間経過が経ったかなっていうような風合いになるんで、まあ一応この石を張っていきます。はい。これはだからこっち使ってもこのグレー、基本はこの色なんですけど、やっぱし間に鉄分があって錆が出たり、こうやってこの間にだからこうやって基本的にはこのグレーつうか錆。そうですね、まあちょっとデコボコしたような感じの、まあ少しこういう雰囲気でいいかなと思ってこの材質に決めました。門のそれで締めるという感じになりますから、自然系の形にするか正方形とかそういう形にするかによってちょっと迷ったんですけど、まあ、ちょっと崩して砕けた形のやつで一応引こうと思ってます。見て完成です。よいしょ。
はい、やっとですね、スケヤモンの一応完成しました。あと、まあこんな感じですね。スケヤモンが大体これが完成したので、まあ一応周りのイメージはこの雰囲気で出来上がってくる。門は一応ですね、モーランオイルステンで綺麗に塗っていきたいと思います。ちょっと渋いような色合いに持っていこうかなと。まあ蔵と同じような入り口の色合いになると思いますけど、次はこっちの、カール塀の方に一応仕上げ、今下地を塗ってあるんですけど、まあ同じようなまたフェースを塗っていきます。で、あと植栽地に丹波石小刃積みをして周りを囲って、でこの部分ちょっと今飛び置いてありますけど、根深で少しリズムをつけて、で両端に植栽して、でちょっと最終的には空いた空間は多分黒で抑えちゃうかなと。黒い石を使って、あと開けて右側の方はちょっと土を盛ったような感じで、まあ、右側の方は大体芝生でちょっと広々とした感じでしていくんです。そうですね、芝生一角のつながりでちょっとこちらの方がお孫さんとかなんかしたと、なんかまあ空間的にいかにくつろげるような空間を作りたいと思っているんですけど、でアプローチも今行き来しているアプローチとつなげて玄関までちょっとつながりを持たせていくっていうのもここまでできたので、それをつなぎ合わせる。そうですね、だからまあ、いや足んない部分、まあ本店の方には高越って竹垣を作りました。こっちも見切りで竹垣でちょっとアクセントを入れると随分また変わるんで、まあそういう要素的なものもちょっと入れていきます。はい、スキヤモンとこちらのカール塀が一応こんな感じで出来上がりました。ありがとうございました。ですか。